皆さんこんにちは、マックスメイです。メロチンです。おー、前回の闘技場2に続きまして、はい、3に行きたいと思います。3、ただただただ、はい、3は今日撮影日が10月の6日、6日、今13時47分、はい、2時からメンテ、13分しかないってことは負けた瞬間に終わり、終わり。それかもう 1F とかで負ければまたできますね。確かに確かに筋肉マンでいきます。筋肉マンでいきたいですね。ちょっとでもなんかスキル遅延来そうじゃないですか。だからなんか継承させときたいところはあるんですよね。私そもそも闘技場3ってやったことあるのかな。あ、最後レーダードラゴンのところ。そうなんですよ、僕もソロでそこまでは行くんですけど、いつもレーダードラゴンでやられてて、何かしら継承させたいな。どうしたものですかね。真田でいいかな。真田とりあえず継承させて。いやー、パズル頑張んないとな。だって村井さん、さっき2も初クリアってことはごめんなさい、本当に本当にごめんなさい。3は確実に初挑戦ですよね。なんかの生放送の企画で一回誰かが立てたやつに入ったことはあるんですよ。あ、なるほど。あ、そうか、人の立てたやつなら入れるんですね。ただその時負けちゃったんでクリアしてないです。そうか。え、メロジーさん、ちなみに指何個ぐらい積んでるんですか。僕は結構甘えなんですけど、私日々指に甘えを。あ、でも 1.5 秒なんで、いや、もうちょっと欲しいですよね、筋肉マンだと。欲しいですよね。私のパーティーこんな感じです。それ指はあんまないですよ。筋肉マン2個と、マミヤなし、アンタレスなし、ボルメテが1個。だから 1.5 秒ですね。 1.5 秒です。だからいや、ちょっと不安ありますよね。で、筋肉マン、筋肉マンで11で 2.5 秒か。 2.5 秒、まあ 2.5 秒あれば頑張れるか。頑張りましょうあれが固定ダメージは積んでくれてる、ね、はい、固定ダメージは私がボルメテに、電撃出しちゃうと思います。なるほど。じゃあもうこれでいっちゃいますか。いっちゃいましょうか、うん、じゃあ一回勝負、一回勝負。負けたら終わり、負けたら終わり。よろしくお願いします。勝ちたい、お願いします。まーす、挑戦する。勝ちたい、勝ちたい。あ、筋肉マン久しぶりだ。どんなリーダースキルだっけ。4つ以上でしか消せない。そうですね。で、火で、火の2コンボで倍率上がって、3コンボでもっと上がるみたいな感じです。 HP17 万。いや、心強い。こんなん強かったでしたっけ、筋肉マン。すげえ心強いな。じゃあ行きたいと思います。お願いします。うまい、いい感じ、いい感じ。はい、3つじゃ消えないと。さっきまであのクリシュナ使ってたので、感覚が目覚めがないのが若干不安な感じありますよね。あれ、これループしません、これ。あ、これ多分、火の1コンボで削っていく感じで思います。4個消しか列で。なるほど。はい、不要色消していきます。はい、火をちょっとお任せいたします。こういうことしてくるんですよ、止めて。ひどい。そう、怖いんです、意外と。まだミスっても大丈夫。まだ大丈夫。こんな感じで、あ、火が、回復が消えてなかったですね。大丈夫、大丈夫。あ、回復力も高いな、佐々木君は。え、怖。あ、あ、いや、いや、削りすぎなければ。マミヤ使って 30% 回復しておきましょうか。はい、そして火が増える。火の、そっか、消さなきゃいいのか。火の2コンボで多分これやっちゃいますよね。やっちゃうんで1コンボがいいですね。1コンボがいいですね。そうするとどうしたらいいか。多分列1個組めれば、よいしょ、よいしょ。やめて、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 危ない、これですよ。2コンボですよ、本当にごめんなさい。いやいや、全然。こうなると回復またしちゃう、これの繰り返しですね。そうですね、ただ光になったのでちょっと削りづらくなったすいません。いやいや、せっかく事務所に来てくれたのにダメな男なんですよ。なんで
逃げ場なくなっちゃいますね、多いとね。パズル。でも HP やばいのかって思いきや、全然やばくないですね。さすが筋肉マン。さすが筋肉マン。ハートを気持ちちょっと残しました。素晴らしい。筋肉マン本当強いな。おっとまたこういうこと してくる罠を。これはもうサクッとこれでいいですね。ああいいですね。あこれで根性を稼ぎました。で光火が2コンボ組めませんね。そうですね。もう一旦ちょっと耐えましょう。もう一旦耐えれますよね。ちょっとね。はい。筋肉マンに住んでる真田が継承用なのでちょっと外したいって思っちゃいますね、うんうん、どうぞ。ああ素晴らしいですね。回復もたくさん潤沢に止まらない。いい。やっぱでもヒドロップの供給が難しいですね。筋肉マンクリシュナに比べて辛い、はい、ああそっかタンが出るんだ。結構きつい。この子たちはちゃんと殴れば倒せるんですよね。ちゃんと殴れば倒せる、はい、なるほど。使っちゃっていいですか。どんどんいいと思います。アストルチャージフルガンガンいきまーす。消せないんだな。4つ以上。そうなんですよね。意外にもどかしい。もう難しい。おっと結構ダメージ。いや怖いね。これはもう普通に両サイド抜けなかったら割としんどかった。危なかったです。いいっすね。これ4区消しのパズルがまだやっぱ苦手ですね。この組み方がよく分かってます。なんでよりによってこの苦手な慣れ親しんでないやつでこう突っ込んだんですかね。我々は安牌に走る。ちょっと回復に。ナイスです。いやー強え。こいつ強え。僕は最初筋肉マン引く気なくて、はいはい、どうせ出ないだろうと思って、うん、で余った石で1回引いたら出てきたんです。すごい。最初に出てきたのが筋肉マンです。それめちゃめちゃ運いい。めちゃめちゃ良かったです。筋肉マンやばいっすからね、うん、性能。ああいいラッキー。ラッキーの落ち込ん。もうコラボガチャの運がめちゃくちゃ良くてなぜか知らないんですけど、はいはい、あの前ブリーチコラボの時もルキアが一発で出たりして、うん、結構ね運がいいんですよ。一発で筋肉マンは相当な運なんですよ。私筋肉マン引くためにどれぐらいやったのかな。めっちゃやりましたよ。ヘロ突っ張り攻めます。はい。ナイスコンボですね、あの子が。これは倒したんですかね。オッケー。火の44あれば大体倒せる感じです。大体いけますね。火の44のね、その8個をいかにして安定供給するかが意外と難しいですね。そう。なんでどんどんスキルチャージで回していっちゃいます。ガンガン使いましょう。これはもう普通に。あ、こんなやめ。いいんじゃないでしょうか。多めに消しちゃいましたけど、はい、全然大丈夫です。あーいいいい消え方いい消え方。落ち込ん来ないですよね本当に。落ち込みしたいですからね。だから覚醒クシなど使って。そう後で怖いですね。コンボ吸収系が来たらきっと来るんじゃないですかねえ。やばいですよね。大丈夫ですか。きっと来るんじゃないですか。そこら辺の対策を何一つしてない我々。そしてこう一発勝負っていうものを。え、来るんじゃないですか。コンボ吸収闘技場3。なんせ2人とも闘技場3のことよく分かってない。よく分かってないから。しかもあと3分ですよ。あ、もう13時57分。もうダメっすね。もう取り返しがつかない、折り返せないところまで来てますよ。
ちょっとじゃあヒードロップ貯めます。いいっすねー、いいっすね。倒します。でもきっと普段の生活だと他人のパズルをこうやってまじまじと横で見るとかもないですね。ないですね。だから今新鮮ですか。マルチって楽しいマルチって楽しいなみたいな、こう話しながら、あの野良とかでよく募集したりするじゃないですか、はいはいはい、そういうのはたまにやるんですけど、だって誰かと一緒にマルチすることってほぼないので、意外と横にいないとなんかコミュニケーションって難しいっすからね。意思疎通が。これちょっとターン余裕あるんで、はい、貯めましょう。貯めます。ああ全然消せないんで、ただ次やりたいっちゃやりたい感じかな。マミア使っちゃうかな。お邪魔と水ダメだな。筋肉もいっちゃっていいかも。いっちゃいましょう。いっちゃいまーす。目のつっぷりはいらんですよ。あ、そちらの筋肉マンを使った方がいいタイミングが来そうだったら言ってください、ね、了解です。まーす。オッケー、ナイス。普段指の操作延長ガンズにパズル甘えぜとしてはちょっとハラハラしながらも意外と組めるもんですね。あの最近あれ出たじゃないですか、あの2秒延長のクエストのやつで、あれ甘えますね。あれつけたら感覚くれますよねきっとね。そうなんです。だから最近もうつけないでやるようにしてます。あ、立派。押しつけちゃってますあれ。この子って確か初撃で結構殴んないとダメな子でしたっけ。そう、結構強いんですよ。筋肉マンだとちょっと微妙かな。ちょっとウルド使っちゃうかな。使っちゃいましょうか。いいですよ、自分いいですよ。使っちゃいましょう。あ、でも17万あるのか、すげえな。あ、全然ねえじゃん。ちょっと見ずにやっちゃったけど火が全然ない。ちょっとあかん。あ、消しちゃった、間違えて、ごめんなさい。いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。来て、あ、来た。あー、これこれめんどくさいやつだな。あ、でもまあ一番 HP 多い。HP が大量だから。いや、たまにね、ジンがツンデレなんですよね。勝てるときやばいですよね。これ殴っていいんですかね。全然 OK です、ここは。殴ります。本気で殴りますよ。はい、強いのは来るけど耐えられる。まあ17万ですしね。さて、お強い。お強すぎる。普通だったら死んでる、はい、じゃあここはサブで、はい、あっちのウルトラマンって、あ、ウルトラマンウルトラマン筋肉マンは使うタイミング、はい、またそろそろ継承が、そうですね、溜まっちゃい、多分じゃあ次のターン使ってもらう感じに。 OK です。いいですよ、いいですよ、まあ、よし。で、バトル9。まだ9。あ、一回回復しましょうか。ただこのターンに使っちゃった方がいいかもしれない。あ、なるほど。手の突っ張りはいらんですよ。すごい、なんか繋がってモーターしてしまいそう。全然大丈夫です。えい。うん、うん、もうちょっと回復したいですね、気持ち。そうなんですよね。まあでも消えちゃいそうだけどな。ここから回復を大量に呼び込むのはなんか至難の技っぽいっすよね。ちょっと1個消しておきますね、はい、火を。来ないんですね。あと3。でも筋肉マンのパワーだったら全然一発でやれますよね。やれると思います、うん。火を消してしまいましたが、あと3。ただちょっと殴っときたいところはあるんですよね、ここのターン。わかります。若干怖いから。どうしよう。でもただ大丈夫です、回復していただければ私が次にお任せしますんで。お任せください。
いいっすね。うん、1個足んないか。よし、足が締めてきた。正座してこい。マミヤ軽くていいですね。マミヤいいんですよ、6ターンなんですよ。しかも 30% 回復、素晴らしい。 30% 回復だと、これだとよ、5万回復軽く感知の光ですからね。いきまーす。割と安心のために全力で、うん、ナイスパズル。消えないんですね、あの光。そうなんですよ、あれが消えるつもりでやってた。難しいんですよね、筋肉マン。めさあ、バトル中。あ、よかった、火がいないですね。でちなみにもう今2時3分ですから、メンテ入ってます。おっと、そんな緊張させるようなこと言うね。死んだら終わり。ここ、ちょっと筋肉マン使っていいですか。サクッと抜いちゃいます。もう2体いるっていう時点で雰囲気が嫌ですね。そうなんです。素晴らしい、うん、はい、倒せる。あ、よかった、OK。あ、やばい、足のしびれが正座してるんです。さっき正座してました。いやー、わー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 、よいしょ。うん、これって使うシーンですか。いや、そんなに痛くはないと思うので耐えられる。じゃあ普通にあの火は温存しますよね。はい、お願いします。これぐらいかな。こちらにロゼルには渦目ですか。私ロゼルは、後年満作の祈り、ミツキをやっていて、何でしたっけ、回復作り、回復、火と闇を回復だったかな。あ、なるほど。さて、ここは殴っちゃいますかね。怖いな、でもちょっと。なぜ私が美月を、継承したかと問われると、はい、中途半端じゃないかと言われることもあるんですけれども、はい、あの筋肉マンとかだと確か一番下で1列組んでバインド回復して、さらに上の方とかでももう1コンボぐらい作っちゃうと凄まじい回復量になるんじゃなかったっけ。あ、なるほどなるほど。別に死なねえべぐらいの感じでやっちゃってますね。ここっすよね。ここです。行きます。ちょっとください、電撃キャッチャー。このために持ってきた発動。よし、バトル13後半戦。あ、出た、また。またか。またさっきと同じ感じでいきたいですね。ですね。4コンボ吸収、これなかなか私だ。4コンボ吸収ですね。4コンボ吸収です。はい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 、ぐるぐる回しちゃいますよ。はい、アストロチャージフレア使っちゃいますよ。はい、発動。一回ぶん殴りますね。お願いします。4コンボ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 。あ、え、はい、あ、大丈夫です。ありますか、4コンボ。いや、4コンボ終わり。ちょっとだけ。ちょっとこれハラハラしますよ、ね。行きまーす。お願いします。うん、ナイス。ナイスコンボ。オッケー。ケイ、際どい。際どい。ここでこれが来て。すげえ、3万7000残ってる。すごいですね。すごい。これ副属性で殴ってもらう感じですね。そうですね。ただ回復したいんでロズエル打っちゃいます。はい、お願いします。そう、ここで僕よく4コンボし忘れるんですよ。1削ればいいと思う。わかりますよ。スンってやって死ぬんですよね。そう、こんな感じ。セーフ。火が足りないか、スキルかな。怖え。筋肉マン使っちゃいますね。ただ足りますね。はい、いきます。はい、手の突っ張り発動。
うまく光分割しないと怖いのかな。そうですね、光と回復と光で火で2コンボ、回復で1コンボ、光で2コンボ、はい、多分大丈夫っぽい。いきまーす。多分大丈夫だって言っても怖いですよね。怖い。はい、おや、あ、つながっちゃった、やべ死んじゃったよ、死んじゃった、いや、だい、あ、逆にね、逆にね、やっちゃった、やばやばそっか、ただそっか、どうしようかな、これやべ、先般、先般っていう、いやいやいや、あの類の恐怖が今まだこんな怖くないから、ちょっと一旦耐えますかね。バトル今13、うん、4コンボ吸収が解けるまで待ちましょうか。4コンボ吸収はあと996ターン996ターン待ちましょうかすごい、あの夜通しやることになるかもしれないです酒でも飲みながら、やっちまっただー、あれもいい感じで、うわーきつい、あーうわーきつい、ギガグラ飛んでくんのか、うーん、マミア使って 30% 回復しときますね。でもこれぶん殴ってまたあの同じパターンになるんですよね、きっとぶん殴ったとしたら。なります。もしかしたら筋肉マン使ってまた削って回復するじゃないですか。その後マミヤでもいいかもしれない、うん、確かに確かに確かに、もったいないですもんね。でもそっか、俺もターンが使う、回復してもまたどうせあれされちゃうと思うんですよ。でも回復は1コンボ入れたいですよね。そうですね、一応組みたいですよね、怖いから。火が落ちてくることないっすよね。あ、がっつり回復入れましょうか。木と闇ドロップを。火の2コンボしないと火力出ないですね。そうですね。多分筋肉マン。筋肉マンいきます。手の突っ張りはいらんですよ。4コンボお願いします。それですよ、一番難しいの。いきまーす。怖え。回復、ナイス、うん、5コンボギリだ、うーわ、あれ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 、いや、大丈夫です、大丈夫ですか。3万5000割合ダメージになっちゃったんで、よし、よし、うん、ただこれ多分パスしないと、ここでパス使いたくない。未だかつてここまでメロチンを追い詰めた男がいるでしょうか。男が敵は味方にあり。これパスですね。はい、してください。ひどい、ほんとすいません。いやいや全然、あの時のあの光の大群が良くないんだ使います。波案件ですね、これ、鉄製、鋼製、鉄製、読めません、発動これ殴りに行くパターン。いや、あ、そっか、4コンボで1ダメージ、4コンボで1ダメージ、逆に火を2コンボしちゃうとダメですね。だから難しいんです、ちょっとむずいっすね。火を2コンボしないように4コンボですね。しちゃうよしちゃうよしちゃいますよね、これ火の2コンボ、234、あ、でも5を組めない可能性がある、光で1コンボ、木で1コンボ、闇で1コンボ、お、光、火、闇、木、お組めない感じがありますね。あれ、リアルに組めなくないですか。これどうしたらいいんだろうな、これ。もしくはこの子使っちゃって回復下に作ればいけますね。あー、回復を使っちゃいますか、うん、使っちゃいます。で、回復を何コンボかすればいいですよね。そうですね、
まあ光、火がすげえコンボ組まれそう。いきますよ。いきますよ。はい。いきますよ。いきますよ。これこれ。大丈夫か？これでこれ。あ、いい、いい落とし。聞いたー。いい落とし。セーフ、絶妙。いや、今のうまかったな。あ、髪整えてますね。戻ってきました。いや、よかった。ただ、ちょっと油断できないですね、これ。これはもう全然ね、チャンスでも何でもないですよ。これ足んないな。継続してますよ、ピンチは。足んないっす。アンタレス使っても足んないから。これ光の1コンボで様子を見る方がいいんですかね。怖いの来ないかな。まあでもさすがに13万ありますから何もしようがないから、うん、いきます。はい。うまいっすね。あ、まあ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 、あ、よかった。危ねえ、これ根性回復したらどうしようかと思った。意外と根性回復しないんですね。すると思ってました、私。根性しないんですかね。アンタレスですかね。アンタレスですね。アンタレス、アストロチャージフレアします。あーあー、また来たよ、これが。確実に倒しましょう。おー、また来ちゃいますでも全部消せば、色を消せば5コンボですね。です。まあ、はい、やだな。やべやべ、やっちゃった。あー、またやっちゃった。私またしまった。もうひどいわ。あー、これひどい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 。あ、これ、あー、来ちゃったよ、もう。根性回復大丈夫です、まだ耐えられます、筋肉マンだから。これ最悪、私あの編集で全部この部分カットする可能性ありますよ全然大丈夫です。分かってたのに、分かっていたのに。これ多分水の 2way2 つ決めれば行くんじゃないかな、根性で。天才的、天才的。できるとは言ってないです。悪魔的発想、悪魔的発想ですか。デッキもあるでしょ。かけてますよ、私は。メロチンさんに。いやー、マジでプレッシャー。メロチンさんにベットしてます。マジプレッシャーかかるんだ行きます。はい。うまい。ダーン。あー、わかりますよ、その気持ち。わかりますよ、私も一緒です。酒、酒、酒。あ、そっか、全然いかないですね、これは。その気持ちわかります。ごめんなさい、同じなんです。え、全然同じなんです。私もそれがしたかったんですよ。火が4つ消しを1個入れますね。 OK です。これで4コンボ組めばいくでしょう。だんだん回復してってもうつらい。これ、やってみます。お願いします。はっ、お、うまい。助かった。お願いします。頼むよ。消えろ。オッケーオッケー。あ、ただまあこれ本当もうこれめんどくさいです。あ、わわわ。ただおかげでスキルダメになったと思えば使っちゃいましょう。ウルドいっちゃいましょう。ウルドウルド行っちゃっていいですか。ここで、ここで使っちゃうんですか。もうこれ以上ここでこれ以上ここで苦しみたくなくないですか。確かにありですよ。筋肉マンでもいいんですよね。あ、お任せします。そこはもう使いやすい筋肉マン。もうね、何気ない日常であれば5コンボなんて誰も苦労したいんですよ。間違いない。何気ない日常であれば、そうなんですよね、非日常の時にね。あ、待って待って待って、あ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 、2、3、4、ほい、落ち込んちょっとフラグを立てるから。いや、
気持ちわかります。本当に気持ちわかります。フラグを立ててしまったな、見事に。痛いほどにわかります。しょうがないです、これは。全回復最悪っすね、もうこれ。全回復までいったらどうしたらいいんでしょう、ね、いやもう最初に戻ったと思えばまたゼロまで削って。あー、なるほど。あー、でもハート1コンボ入れたいですね。ここは多分、うんうん、光だけ消す感じでもいいかもしれないです。死にはしないと思う。じゃあその案で採用させていただきます。あ、でも、もう俺余計なこと言わない方がいいかもしれないですね。いや大丈夫です、もう似たようなもんです、安心してください。お、いい感じ。真ん中は光になる。そっか、真ん中。やっぱさっきウルト行くべきだったんだ。行くべきだ。村井さんが正しかったんだ。きつい、つらい、つらいっす、つらい。じゃあもうこれは、あれ私のウルトももしかしたら保るのかな、これ。ニクマン使っちゃいます。言ってください。もったいぶる必要は全くないんで。そうなんですよ。ただまたこれは光分け案件。光分け案件。最悪な光分け案件ですよ、これ。確実に組みに行く。一応火が組まれてないですよ。火が4つ。さすが。こいこいこい。あー、もうこれもうね。もう積もってる。このパターンね。ほんと申し訳ないですもん。出たギガグラビティ。沼だ。やばいっすね。あ、私ウルトいるとかって、ウルトいねえし。光を回復にしましょう。お願いします。そして、両方使うのは贅沢ですよね。どれですか？マミヤ。マミヤ使って確実に4コンボ組めれば多分大丈夫だと思うんですけど。あ、5コンボか。マミヤを使うと水が火になるんで、はい、回復はできないんですよ。あ、でも回復 30% 回復してまた削れば割合ダメージしか来ないと思うので。なるほど、天才的ですね。確実に5コンボを組めるかどうかですよね。そういうことです。でも我々の本来の実力であれば確実に5コンボ。またフラグを立てていくんですか、こうやって。フラグを。メルチさん、明日は我が身ですよ。本当ですか。明日というか次のターンは我が身ですからね、覚えていてくださいよ。怖いですよ。光で1コンボ、2コンボ、光で2コンボしかできないのか、こんなたくさんあるの。火が1、2、3、4、1、2、3、火も2コンボしかできないのか。あれ、あと闇ですね。答え、なるほど。いきます。お願いします。怖いですね。こんな地獄が待ってるなんて思ってなかった。行きますよ、行きますよ。素晴らしい。1、2、3、4、5。よし。うん。間違いない。ふう、戻りましたね。さあここで5コンボ確実に組んで。ね、絶対ミスりませんからね。意識ずらしましょう。普通にやりますか。普通にやりましょう。もうなんかラフな感じ。今何バトル目でしたっけ。今もう分かんないっす。待って、もうこれある。1、2、3、4。待って、 なくないっす。あれないっすね、これ。あれ、光で1、木で1、ハートで1、火で1。ないじゃないですか。これん、ロズウェル使っていいですか。いいですよ。ロズウェル使えば光が回復になる。そう、1、2、3、4あります。そしたらいます。どうですか、パズルの難易度がちょっと上がる気がするんですけども。任せてください。笑っちゃう、笑っちゃうから。いきます。はい、いけません。怖い。いきますよ。急に見えなくなるんだよな。
うしてこうして、あ、待って、やばくないか、やばい、一番上に食べた、もう声落ちた、よし、助かりましたよ、命がつながりましたよ、いい感じだ、いい感じだ、やらかすところだった。さあ次こそ、ただ私これ待ってくださいね、これは火が2コンボ組めないとダメなんで、まあ、ここ私なすすべなしなパターンですよね。耐えるかボルメテで呼ぶか、でもそれはちょっとリスクが、ボルメテはかなりのギャンブル性の、あれ待ってください、溜まってませ ん、 ん、電撃ダッチャまであと4、もう使っちゃいましょうか、どっちでも、ただいや使っ、あ、そうか、あ、でも一旦遅延できないんですよね、守られてるから、ですね、一旦ヘイストです、この子は、あ、ヘイストか、4でしょ、1、おー、いっちゃいましょう、もう終止を打ちましょう、こいつと、えっまあ肉がたまったんですけどね、はい、肉がたまりましたよ、それが私の作戦です、肉使いましょう、もうこいつとお別れしましょう、はっ、あります、1234ありますね、いっぱいあります、ただ何度私たちが失敗を繰り返してきたかっていう前例が、悪しき前例があるんで、いや、忘れましょう忘れましょう、これはもうポジティブ、ポジティブ、村井さん、なんつなげなければ勝ちです、おっしゃる通りです、間違いないです、間違いないですただ闇を持ち、闇持ちスタートですかね、光、あ、違う、火、水、あっちの端でも水で、もう一個火、闇、あ、火、火、水、水、あ、それでいけるのか、だったらいけそうだな、いきます、お願いします、せーの、ほら、え、1、2、3、4、あ、よかったよ、よーしよしよし、行くぞ行くぞ、ダメかと思った、え、ちょ、足りてない、すっげー不安になっちゃったよかった、やっと長かったな、エンゼルス、じゃあこれぐらいの時間で闘技場2はクリアしてましたよ、確かに闘技場2はクリアしてましたよ、助かったわ、もう38分経ってますからね、じゃここは貯めますね、何ターンでしたっけ、この子が攻撃するまでって、6です、さすがです、はあ、やっと戻りましたね、ペースが、怖い怖い怖い、ターン、よし、じゃあ気楽に、うん、何をしたかったのかよく分かんないけど、いやいや、まあまあまあ、スキルダメですね、そう、ペラリンじゃ効くんですよね、溜めて、まあ、次ぐらい行っちゃってもいいかもしれない、怖いから何かが起こる前に、そう、まいこと、うん、こんな感じで完璧じゃないですか、はいはい、完璧、はい、はい、完璧、ね、来ると思った、もういいんじゃないですか、使っちゃって、え、待ってください、もう待ってください、行っちゃったスタートして、全然 OK です、死にはせんですよね、死にはしないです、まだ全然、ただもうこのターンでちょっと言っときたいですね、怖いですね、大して数えてなかったですけど怖いですね、うん、ナイスコンボ、はい、素晴らしい、あれ行ったよな、行ったんじゃないですか、さすがに、ああ、よかったよかった、てか2カマすごいですね、火の2コンボそこそこで普通に単体200万出るとか恐ろしいですね、そうなんです、あ、出ました、これは火の4つ消し、4つ消しか、まあ列か、まあ5個とかつなげても多分大丈夫なんですけど、他のいらない色はたくさん消してもいいっすよね、ね、4個消しだと多分ちょっと危なかった気がします、で、このアンタレスが神キラー持ってるので、じゃあ木は、まあ、じゃあ木の4、火の4、2コンボぐらいやめた方がいいですか、いや、多分大丈夫です、ですよね、
様子見ます。じゃあもう2コンボ、はい、止めちゃう。これで光もいっちゃっていいんじゃないですか。さあ、あ、あー、いい感じ。うん、もうちょっといけそうなところはありましたね。ですね。ただただこれだけの激闘を繰り広げてきて、もうミスるわけにいかないですからね。これこいつにさよなら言われて終わると結構悲しみにくれますよね。そうなんですよ。お、攻めました。お、あ3攻めましたね。最低なこと。いやー、もう全然大丈夫ですよ。人生ってのはそういうもんだと思います。光の1四つ消し、木の四つ消し、あとは上で光で列でも組んでいきます。はい、もう1コンボぐらい行ってもいいのかな、さっきの雰囲気だと。そうです、もうこんなもんで、うんうん、あ、光別も組んでねえし大丈夫です。これでどうかな。まだいけましたね。あと2、あ、怖い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 、怖すぎる。あ、ま、ちょっと待って、これ変換必要ですね。あと2で半々削んないとダメなんですよね。そうなので、筋肉マンは木をなくす、打って四つ消しのみ。あれ、ただもうちょい削んないと不安ですね。ですよね。だから火、闇、光でいきたいと思います。おー、いけますか。もうね、欲張んない、いきます。これでいいですかね。あ、いいっすね。落ち込んの気用がない。最高のパズルだったと思います。際どい、これは際どいぞ。これなんすか。火を四つ消しするじゃないですか、うんうん、で、他は火を消さないように全力コンボでいけるんじゃないですか。だから水、光、回復。あ、でもどうなんだろう。それか逆に火をつなげちゃうとか、いっぱい。あー、なるほど。ただ泥鏡もあるんで若干怖いですけど、むしろ火を全部つなげちゃって1コンボぐらいのノリ。1コンボだと多分、いやー、どうなんだろう。今これバトル15ぐらいですかね。15ですね。ちょっとさ、一応さよならだけ見ましょうか。はい、どれぐらいのダメージが来るのか。いや、もうあいつは問答無用で吹っ飛ばしますね。17万あったらどうかな。あ、35万ダメージ。あ、いやー、俺がさっきミスっちゃったのが。そんなもんですよ。光の、あ、火の4、火の4、ハートの4、光の4、水の4、うん、組めれば。で、火は落ち込んしないように、しないように。そこちょっと自信は私あんまりないんです。大丈夫です。いや、大丈夫ですか。なぜにかよくわからない根拠の特にないお墨付きをいただきましたね。じゃあ行ってみます。お願いします。行きます。はい、あ、マジさん、さあ来い、さあ来い、さあ来い、計画通り、計画通り、倒せ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 、ああ、いやー、ごめんなさい、もう俺のせいだこれは。いや、メロディさん、結構俺のせいとかじゃないです。私もたくさんやらかしましたし、あ、ゼウスとの激闘勝てたんで、とりあえず。そうですね、あそこが今日の我々にとってのラスボス戦でしたね。ありがとうございました。ちょっと、どうかのタイミングでこれリベンジしませんか。ぜひリベンジ、勉強して、ちょっとタイミングをお互いまた合わせて、そうですね、これ、再戦しましょう。ぜひ。
またよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな中途半端な回ですいませんでした。あ、メロチンさんの YouTube とニコニコ、下にリンク入っておりますんで。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。さよなら。